ひなほの神散歩。今日の小町さん、よろしくお願いします。はい、小町です。よろしくお願いします。今週はカフェ特集からカフェランチをご紹介します。カフェランチ、おお、楽しみです。松山市二番町にあるエタニテカフェさんです。うん、あ、来た。これはなんだっけ、この食べ物、ルーローハンだ。はい、ルーローハン好きです。こちらはあのアジアランチが週末だけ楽しめるお店なんですけれども、スンドゥブチゲとかジャージャー麺も登場するそうです。あ、じゃあ結構あの国にとらわれずもアジアっていう中で。そうですね、あるんですね。はい、かき氷もあるんですね。そうですね、シロップはイチジクとメロンとブドウなんですけれども、好みの味をチョイスしながら楽しむことができます。すごいとろみがというか果肉かな、めっちゃ入ってて、うん、そうですよね、美味しそう。続いて今治市のカフェボームさん。美味しそう。タモリの煮付け。はい、お魚の名前ですね。そうですね、タモリはおそらく瀬戸大、瀬戸大、はい、ことかなと思うんですが、あのこちらのお店のランチはオーナーの実家が魚屋さんということで、新鮮なお魚を日替わりで楽しめるのが魅力の一軒になっています。へー、お魚屋さんなんですね。はい、なのであの、うんうん、価格もすごくリーズナブルなんですが。確かにこれ全部ついて800円。はい、そうなんです。すごい。姿煮の時もあるし、塩焼き、天ぷら、お刺身、はい、美味しそう、うん、塩焼き。デザートもありますもんね。はい、そうなんです。ルバーブのタルト。ルバーブ、果物かな。ルバーブ、植物。植物だそうですね、はい。続いて、あ、めっちゃ美味しそう。え、すごい。西条市にあるユリアンさんというカフェなんですが。西条なんだ、すごいぞ。パンケーキがふわふわのパンケーキのやつにサラダが周りに、はい、これ珍しくないですか。めっちゃめちゃくちゃそそられますよね。サラダたっぷりの生ハム&サーモンという。うわ、これ絶対すごい美味しいですね。はい、パンケーキとサラダってあんまりあの見たことない。あ、そうですよね、はい、こちらのお店は実はあのドレッシングだとかクリームも自家製でこだわられているので、おかず系のパンケーキが不思議と合うんです。でも合いそうですよね、パンとサラダは、はい、パンケーキ自体もふわふわすぎず食感がある程度残っている感じの絶妙食感なので、すごい、はい、なのであのおかず系と合うというのが特徴かなと思います。うわ、めっちゃ気になる。以上、今日の小町さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ひなほの神散歩、また来週。